懐かしいな、ロッカー。R券書いてあるんじゃない？R 書いたことない。R券書いてあるんじゃないのそれ。すごい深いな、もうちょっと。ワンの手っていいやら、わからん。でも一つ一つ入れてみろかと思って。今まで何しよった？掃除、拭き掃除しよった。そしたら、ぬくなったけんな、ここでもかめない思って、来たらまた費用になった。ぬくなるよ、これぬくいよ、ほかより。うん。これ飲んだら？うん、そう。もろて飲もうか、ありがとう。よいしょ。自信なんだ、練習速報だけどな。あ、練習か。だけどよ、練習で普通よ、練習だったら地震です、皆さんあれしてくださいって言おう。いや、大地震です、大地震ですって言う。それはな、実際にないけんよ、そばになる。だけどよ、災害の練習の時よ、皆さん大地震です、早急に待機して、それは前へ言うとかないけね、これは練習です、それ言うと、言うとるって言うた、うん、大地震です、言うたらさっさと言わないけないな、大変じゃ、大地震です、ああ大地震ですあ、まああの放送聞いてからじゃあれよ、手遅れになれ、そがない、けん練習でも本物みたいに言わんや、大地震です、大地震です、皆さん運命の近くの人は小山にとかって言うの、ああそうは言うたらいい、大地震です大地震です、ああ、昨日あれまたゆきちゃんからまた電話あった、あれ昨日電話しとったの、また長電話、あ誰本当は、いやゆきちゃんよ、またゆきちゃんだったあれ、うん、嫁がいいんだけん、その後また電話しとった、知らん、そう知らんことないよ、あんた電話しとったじゃない、声が聞こえよったの、おめでとうとかって言ったの、なんか、ああ、お誕生ゆきちゃんよ、昨日お誕生じゃったんと、そしたら な、うん、今治何もろたんって言ったら、今治のタオルって言って、ああそう、だけど3回電話だ、そしたら、うん、そう1回ここで切りよってて、切った後にまた上上がったら喋れるけどな、あと喋るのかな、おめでとうとか言ったけど、それがお誕生日だよ、そしたら、もうすぐ88やろ、そしたら、88のお祝いを子供らがしてやる言って、言うんよ、そりゃええわいとは言うとったけど、それは今じゃない、来年じゃけんな、88 それまで折れるかどうかわからないの言うけ、そりゃ先のことはわからない言って、明日のこともわからんに寿命がなかったらコトッとする死ぬけど、うん、あのな、眠るように、この前静かなかったんじゃ、知らなんだんじゃ、何がしなかったんじゃ、部屋のな、真ん前の掃除しようになったんと、掃除だ、誰の話それ、ゆきちゃん、ゆきちゃんの話しようんじゃけ、死んなはったんと、うん、ほんでもバタバタしならんけ、夜中に掃除しなはったんじゃろうかのう言って、あとで3日ほどして聞いたんじゃん、そしたら、あ、何、掃除せ、あ、掃除専門の人が来てきれいにしなはった言って、うん、そりゃそうや、ほんでも月に28万いるげなけんな、あの始まったね、またから家が、なんじゃけん、何やろ、空き家がいっぱい言って、空き室が、そらあんたに月に28万も出しては、なかなか行きます言って、空きならんで。金の話よりな。そうよ。いや、金はそういうことじゃなくて、亡くなる人って持病があってじゃなくて、どうするみたいな死ぬんやろか、いきなり。まあ、どうか知らんけどな。いや、だから、知らん、それは知っとるわけないんだけど、うん、その想像よ、
わけ、うん、そうそう、病気だったら病院におるやろ、うん、病気じゃない、やっぱり心臓がパッと止まるか、うん、なんかそんなのあの人じゃろか、あの認知症になった人が、認知症いうことないけど、そがやには聞いとらんけど、そがで一人おんなって、おばちゃんの人がだからな、あのお昼ご飯もう食べますねってドア開けなはったんと、もうお昼ご飯なりません、お昼ご飯はさっき食べたでーって行く者がベッドから言うたら、そしたら、いや食べましたか言って、認知症の人が一人女歩いて、ほやけん鍵を今頃かけとるって、開けなはるけん部屋を、その前の人、危ないけん外から出ないように鍵を閉めとること、違う、認知症のおばちゃんがな、一人、うん、あの入ってきなはるんと、うん、他人の部屋へ、ほやけん嫌じゃけん、その言葉も通じんようなおばちゃん入ってきなはるけん、いけんけん、もう鍵かけることにしたい、うん、それが安全よ、夜中にあんた来られたら大事で言って、だけど鍵閉めたら今度何かあった時外から入れんだろよ、うん、それはちゃんと職員の、職員はいいけど、認知症の人が匂ったらこんばんはって来たらびっくりするじゃんか、びっくりするぜあんたその人じゃろかと思うんじゃん、い言わんようになったけん、認知症の人のこと、だけど認知症言わんなったけん、認知症の人は長生きするよ、ストレスがないけん、うん、そしたら違うわ、ちょうど前じゃげな、全然進んでないな、それ進んでない、わからん、わからん場合どうするの、うん、ほったらかしとこうやって、またつまらんようになったら出してきてそこを見るんじゃけど、辞書がなかないと新しい知識はできてこんよ、うん、もう何時やろ、10時過ぎやろ、10時、ここは日をないわ、それほどには本当に、ああ。何がないんだ、うん、何がない、ここは割合費用ない、そんなことは分かってないわ、費用ない金来とんねやろ今、うん、いや明るいけん、ここ来てもええで、今から卵焼くけん、これは別に用意ないのに、